今日は、簡単リメイクの、煮汁を活用した煮卵を作ってみたいと思います。用意するものはこれだけですね。まず昨日角煮を煮たその残りの汁ですね、煮汁ですね。それから、卵、ゆで卵、100均で売ってますゆで卵を、ゆで具合を確認するこれなんていうんですかね、それから鍋ですね。じゃあ早速作っていきたいと思います。スイッチオン。でこんな感じにグラグラ沸いてきましたら卵を入れます。としては卵をね常温に戻しておくっていうことが重要だと思います。あ、出かっちゃった。はい、これ卵がミディアムぐらいになったのでここで火を止めます。でこれを、すぐですね冷却します。でここで卵の固まるのを止めますね。卵はよく冷えたら殻むきをします。でその間に、煮汁をドバドバドバで用意しておきますね。はい、でこれきれいに剥いてあとはもう入れるだけですね。これでもうあとは袋を閉じて冷蔵庫に入れるだけですね。あとだいたい6時間ぐらい冷蔵庫で寝かすと美味しく出来上がります。じゃあ冷蔵庫に入れます。はい、結局一晩置きましたね。じゃあこれを取り出します。煮こごりみたいになってますね。こんな感じですかね。ちょっと温めた方がいいの。ちょっと煮こごりができてましたので湯煎で溶かしました。こんな感じですね。出します。やっぱりうまくいってるかな。よいしょ。うわこんな感じか。うわこんな感じですね。じゃあこれを盛り付け入ります。はい、じゃあ切って並べただけです。こんな感じですね。でここにじゃあ最後タレをかけます。出来上がりです。煮卵完成です。